スプロロワイヤル極上のクリーンサウンドです。Mm-hmm.
はい、すごくコンパクトで、あれですよね、一発キャビってことでサイズもすごくいいですし、ただ持つとね結構しっかり重たいですね、うん、なのでアンプのその枠というかそれもしっかり作られてるのも分かりますし、だからそういうのもサウンドにこう影響だいぶしてるんじゃないかと思います。クラス A のはサウンドはですね 35W ってことなんですけど、まあ全然音量的にも問題ないですし、でクリーンのサウンドも十分あのサステインもありますし、なんせあの音がすごく速いですね。のでこう弦が触ってる音、指が弦を触ってる音とかもしっかり拾ってくれるので、そういうエモーショナルなプレイにも最適じゃないかと思います。 AB になるとまあワット数が増えるので、なんかこう音量が一緒でもちょっとこう余裕がある感じといいますか、そういうのはしっかりサウンドにこう反映されて、でサステインもしっかり伸びますし、でちょっとだけこう音が太くなった感じ、まあ、気のせいかもしれないですけど、そういうのもあるので、よりこう大音量なプレイに合うんじゃないかなと思いました。フルテンですね。そう、結構 EQ も効くんですけど、なんかこうあの全部回した時のサウンドがすごく好みだったので、大体に全部フルテンにしてみたんですけど、アタック感とかもしっかり出ますし、あとはあれかな、ペダルとかをこう前につないで弾いてみたいなっていうのもありますし、そういうエフェクターもすごくいろいろ合うんじゃないかなと思います。グッドサウンドでした。そうですね、すごく上質なクリーンのサウンドが出るので、あとはブースト機能、これもすごく使えると思いますので、そうだな、やっぱまあクリーンなアンプなんで、あのエフェクターはつなぎたいなとは思うんですけど、そんなにこうたくさんのエフェクターをつないでっていうよりは、自分でチョイスしたいくつかのエフェクトをつないで、それの音とかもしっかり再現しながら、割といろんなジャンルで、まあ、もちろんすごいあの歪むわけではないので、そういう音楽にはちょっと合わないかもしれないですけど、ポップスから何からたくさん使えると思います。はい。